平成26年度最後の記者会見をさせていただきますので、よろしくお願いします。今日は項目が非常に多いのと、この後また本宮博美さんの方の会見もありますので、ちょっと手短にポイントを絞って、ご説明したいと思いますので、よろしくお願いします。お手元の資料に基づきまして、順次ご説明しますので、よろしくお願いします。全体で13項目ございます。で、1つ目はですね、婚姻届とか出生届をお持ちいただいた方に対して、それをお祝いするということで、その新しいサービスをですね、4月1日から始めたいということでございます。届出を提出された方に、おめでとうございますという気持ちを込めて、メッセージのこの背景ですね、こういった背景をちょっと大きいのを作って、パネルを作って、その前に立っていただいて、お持ちいただいたスマホとかカメラで持って記念写真を撮って、でそれを組み込んだこういう誕生書みたいなやつで、そこに使っている形です。いろんなパターンあるんですけれど、こういった撮った写真を貼って、結婚証として、記念にお持ちいただくというようなことを始めようということでございます。4月1日からのサービス開始という形になりますけれど、実はこれ、燕市、2年前から、職員の事務改善運動 TQC というやつなんですけど、燕クオリティコントロールというやつで始めたんですけれど、この平成26年度の市民化の改善運動の中から生まれてきた活動でございまして、おととい改善発表大会だったんです。そこで年間大賞を取ったということでございます。4月1日から市民の方々、届けていただいたときには、ぜひパネルを使って記念写真に収まってもらって、その一生の記念思い出をですね、お持ち帰りいただければなというふうに思っています。以上です。それから2つ目はですね、燕若者会議、3年目を迎え、メンバーの自主運営活動がスタートするわけですけれど、その活動の情報発信の、プラットフォームというんでしょうか、を作るということで、新しいウェブサイトを開設しますと。メンバーの活動がより見える形で発信し、でそこにどんどん新たな方々が集ってくると、こういう、見える、会えるというのを発信する新しいウェブサイトを4月1日からしたいということでございます。従来も燕市のホームページの中に若者会議の項目があったんですけれど、どうしても役所のホームページの中に収まるとですね、いろんな制約がありますので、もっと自由にその発信するという意味で、独立したウェブサイトを開設するということでございます。よろしくお願いします。3つ目の話に移ります。第73回分水花魁道中が4月19日に開催されるということで、先般4人の花魁役が選考で決定したわけでございますけれど、いよいよ間近ということですけれど、昨年に引き続きその本番前に、プレイベントといいましょうか、盛り上げるという意味で、4月その本番前の1週間ですね、いろんなところで、桜祭り、燕桜祭りと称して、いくつかイベントをやっていくということで、ございます。4月11日が吉田ふれあい広場で、桜フェス、4月12日が燕交通公園と子どもの森で同じく桜フェス、で18日が分水駅前と地蔵堂本町通りでの同じく桜フェスということでございまして、それぞれいろんな模擬店とか出るんですけれど、児童館とか吉田高校、分水高校などですね、
ボランティア参加という形で、まあ、地域全体でこの桜祭りを盛り上げていこうと、そんな取り組みになっています。さらに JR さんの分水夜桜号も4月15日、16日、22日、23日というふうに運行します。分水駅前の桜が非常に美しくてライトアップ、幻想的な風景になりますので、非常に人気があるこの夜桜号を今年もやりますということでございます。15日には花魁役の方々が分水駅でお客様をおもてなしするということでございます。非常に美しい風景でございますので、ぜひ皆さんも来ていただければなというふうに思っています。次の話題に移ります。4つ目以降ですね、ちょっと新年度の事業の告知という形になってきますけれど、まあ、すでに予算の記者発表の時に、項目を記載してあるわけですけれど、そのうちのいくつか具体的に公募が始まるということでございます。1つ目が羽ばたけつばくろ応援事業ということを開始しますということでございまして、小学生から20歳までの青少年によるいろんな夢の実現のための取り組みであったり、地域に貢献する活動をであったりと、そういった取り組みをですね、個人あるいは団体それぞれちょっと補助金額を分けて応援していこうという取り組みでございます。でこの点ちょっと1点だけ、補足させていただきたいと思うんですけれど、この事業のですね、思いというのは、我々市役所行政ってどうしても子どものための対策っていうと義務教育、小中学校とこういうのが守備範囲になって、どうしてもそこが中心になってくるんですけれど、実際燕市の子どもということになった時には高校生もいるじゃないか、20歳前の大学生、専門学校もいるじゃないかということからですね、燕の子どもたちがいろんなことに取り組んでいくということに対して、その応援するサポートするという意味では義務教育の枠を超えたっていいんじゃないかと、そんな発想のもとからこの事業というのが生まれてきたということでございます。財源は市民の方々からご寄付いただいている子ども夢基金、この夢基金を活用しながらこの事業に取り組んでいくということでございます。子どもたちがですね、いろんな取り組みにチャレンジしてくることをですね、期待しているところでございます。かなり早めの募集期間になりますけど、例えば夏休みに自分海外留学したいんだみたいな話があった時に、早めに交付決定してやらなければならないということで、立ち上がりを早く事前にいろんなところでちょっと PR させてもらっても非常に好評でございますので、大勢の子どもたちがチャレンジしてくれるんじゃないかなというふうな期待感を持っているところです。次の話題に移ります。今度は農業の方々が新しい取り組みにチャレンジすることを応援していこう、チャレンジファーマー支援事業を実施しますということでございまして、2つの項目がございます。1つは生産の拡大あるいは販売促進、特産品を開発するなど、まあ、自分たちの所得を向上するためのいろんな新しい取り組みにチャレンジする方々に対して、まあ、設備投資の補助も含めてですね、事業費の3分の1を応援していこうという取り組みでございます。もう一つは、水筒のコスト低減を図るための取り組み、直巻き栽培にですね、取り組むような方々、今非常にこれ注目されてますので、そこに取り組む方々の経費を助成していこうということでございます。なかなか今非常に農家の方々厳しい経営環境にありますけど、ぜひ前向きに取り組んでいただく農家の方々、この補助金を使ってですね、自分の所得向上に取り組んでいただきたいと、そんな期待をしているところでございます。6つ目でございます。公園に思い出を刻むベンチの寄付というのを募集するということでございまして、自分たちが子どもの頃遊んだ公園、それを例えば同級会として、そこにベンチをですね、次の子どもたちのために
を寄付したい、まあ、そんな思いというものをそのベンチという形でですね、形にして次の利用者のためにまあつないでいく、そんな取り組みをやりたいなということでございまして、交通公園とか中央公園など燕市がここの公園ということをちょっと指定させていただいた上で、そこにベンチをじゃあ我々寄付しようと、まあ、個人でも団体グループでも構いませんけれど、そういった寄付をぜひお願いしたいなという取り組みでございます。寄付された方々にはその ネームプレートというのでちゃんとこの方々が寄付してくださいましたよというのを形に残したいというふうに思っています。ちょっとどのぐらい氷があるかというのはちょっと全く我々も想定ができてないんですけど、できるだけ大勢の方々からですね、ご寄付をいただければなというふうにこれも期待しているところでございます。7つ目の話に移ります。これまでもですね、燕市に定住していただく方を増やしていこうということで、定住促進町中支援事業ということで、燕市内に土地建物を取得して、まあ、うちを建ててくださった方に対して、補助金を市内での移動の場合は最高50万、市外から転入する場合は最高100万という形でやってきた事業があるんですけど、これ3年間の期間限定でございました。これを非常に成果が上がってましたので継続するということをしたいというところから来ている流れなんですが、ちょうど地方創生の交付金というのが交付されるということでございますので、この地方創生の交付金をですね、活用して、まあ、補助事業をリニューアル図った上で再スタートするということでございます。従来の事業から明確にその移住、外から転入してくる方の事業と、それから市内での転居というのに明確に分けた上で、対象年齢を引き上げました。40歳から50歳。それからいくつかの要素において加算するというのがありまして、特に子どもさんを多く持つ多子世帯に対しての加算というのがあったんですけど、今回新たに新婚世帯ということも加算にしようということで、新婚を結婚を機に燕市に移住してくださいというような方を、まあ、増やしていければな、まあ、そんな思いからでございます。それから対象となるエリアもですね、移住家族については人口減少対策という観点からあまりエリアを限定しないで燕市内全域ということでこのエリアも広げたとということでございます。まあ、地方創生交付金を活用しながら、燕市の人口減少を少しでも歯止めをかける、どんどん転入してくださる、あるいは燕市内にとどまるという人たちを増やしていければ、そんな取り組みでございます。8番目の項目に行きます。防災機能を備えた公園ということで、旧中越衛生処理場の跡地を活用して整備してきました東町公園、これが4月1日から供用開始を始めます。それに合わせて4月26日にオープニングイベントを開催したいというふうに思ってますが、この公園の整備ちょっと思い起こしてみますと、単なる公園ではなくて、その公園の遊具等をいざという何か災害があった時に、災害のいわゆる防災施設にこう変更できる、というような、ベンチがかまどになったりですね、東屋が更衣室とか救護室になったりというようなそういった遊具を設置しようと。でその方を設置するにあたって、その方遊具の業者さんに、皆さん方のモデル展示場として扱っていると、要するに名前をネーミングライツのような形でしていいからお安くこの設置してくださいという、まあ、プロポーザルコンペというのをやったんですね。でそれで一社手が上がって決めさせていただいたと。本来であれば1億1000万円ぐらいかかる見積もりの施設なんですけれど、
このネーミングライツ的なプロポーザルを行ったことによって3500万円ぐらいで済んだということで7600万円を超える経費の縮減が図られたというこの講演でございます。そういった防災機能をいざという時に備える講演が4月1日オープンし26日にオープニングイベントをやるということで当然通常のオープニング式典ではなくてその防災の施設道具をこんな形で変身して使えますよと地域の防災訓練も合わせたようなイベントに4月1日行いたいということでございます。よろしくお願いします。9番目に移ります。旧吉田庁舎の改修を進めていきました。5月7日に燕市市民交流センターとしてオープンする運びとなりました。この旧吉田庁舎は燕市の子育て総合支援センターとそれからいろんな多目的ホール市民の方々の作品の発表場みたいなところに使える多目的ホールと学習室研修室を備え、さらには社会福祉協議会などの事務所機能も備えるという建物に生まれ変わったわけでございますけれどそれが5月7日オープニングを迎えるということでございます。当日はオープニングセレモニー等を行った上で、ホールにおいては燕市美術協会の皆様方の作品展が開催されるということでございますがそれに先立って4月26日市民の方々に一般公開内覧会をさせていただくということでございます。事前に来ていただいてあこんなふうに生まれ変わったのかなというふうにご確認いただければなというふうに思っているところでございます。以上です。10番目の話に移ります。先ほど来話してもらった平成27年度から供用開始する東町公園それから市民交流センターそしてもう一つ合わせてやった旧燕庁舎の方の改修これに合わせて自動販売機の設置について指名競争入札をあすみません一般競争入札を行いました。やった結果が出ましたということで、3つの施設に対して計7台で、年間の使用料として143万3000円の、お札があった落札額があったということでございます。従来燕市では自動販売機を設置するときに施設の目的外使用ということでその目的外使用の規則にのっとって、その金額を決めて設置するということでございましてこの3つの施設従来のやり方であったら4万2793円の収入しかなかったんですけれどこの一般競争入札をやることによって、差額139万円の従来のやり方を変えたことによって、市の収入が増えるという効果を得られたということでございます。これ5年間の契約ですので5倍ということで相当な財政効果がこの一般競争入札を行うというやり方を業務の見直しを図ったことによって成果が得られたということでございます。この成果を生かして今後自動販売機についてはですねいろんな見直しを継続できたらいいなというふうに思っているところです。11番目の話に移ります。燕、元気輝きポイント事業、健康づくりマイストーリー運動2年目に入ります。事業の登録をまた新たに開始したいというふうに思ってますけどいくつかリニューアルといいますかパワーアップしたポイントがございます。まず従来のポイントのメニューにですね今までも決められた項目についてだけだったんですけど自由に私はこれをやる多分私が今度登録するとですね
酒を飲む機会を減らすとか、今日は飲まない日を作るみたいな項目を作って、それに丸がいくつ、年間丸がつくかみたいなことをチャレンジしようと思ってるんですけど、まあ、そういった形でそれぞれの方々が自分のチャレンジ項目みたいなのをこう設けることができるというようなところが一点改正ポイントでございますし、せっかく昨年やったので継続する場合はもうあらかじめ50ポイントプレゼント、それから従来紙ベースでの取り組みだったわけですけれども、これにウェブから入ってウェブで自分の項目が管理できるということで、スマホとかパソコンでですね、できるということでございます。こうやると毎日の体重とか歩数がですね、グラフ化されるという形で、非常に自分のその取り組んだのが可視化できるというメリットがあろうかなというふうに思っています。それから抽選会、年に1回だったんですけど、途中で、11月にもう1回やるということで、年2回の開催をしたいというふうに思っているところでございます。あと景品の協賛とか協力企業もより広く募っていきたいなということでございます。担当者曰く昨年3100人でしたけれど、倍の6000人を目標としたいというふうに言っています。以上です。次でございますけれど、市ではゴミ収集のカレンダー、年間、いつが不燃物だよとか、いつが可燃物だよというようなカレンダーを作っているんですけれど、この度中国語版の家庭ゴミ収集カレンダーを作成しましたということでございます。これ背景はですね、燕市内に外国人の居住されている方っていうのが390名、この12月末現在ですけど390名いらっしゃるんですけれど、そのうち 55%、 214名の方が中国人国籍で、さらには、この技術研修生という方が今も150名程度いらっしゃるということで、非常に中国語版のカレンダー作ってもらえないかという要望が結構寄せられていました。ということであればということで、作ってですね、まあ、これ全国配布するとかいう話ではありませんので、ご希望があれば、ダウンロードできるし、あるいはおいでくだされば紙ベースのものを差し上げられますよということにしてしたいと思っております。もうすでに出来上がりましたので、まあ、今日皆さんに発表したのはそういったのが始まると、より多くこの中国人の方にですね、伝わる、行き渡るようにとか、情報が伝わるようにということで、この機会に皆さんにもご紹介させていただいた次第でございます。最後になります。平成28年4月、来年の4月採用の採用試験を行う内容が固まりましたということで、4月1日から具体的な試験案内の公表を始めたいと思いますけれど、ポイントだけ今日皆さんにご紹介したいと思います。大きなポイントはですね、一次試験、従来知識を問うような教養試験という試験をやってたんですけれど、それをに代わってですね、文章の読解力とか理解力、あるいは数的な論理的な思考力など、そんなに知識を詰め込む受験勉強をしなくても、普通に社会人として備えておくべき能力、基礎能力というのをお持ちかどうかということを評価する試験に変更するということにしたいと思っています。まあ、よりその人物重視といいましょうか、やる気、元気、本気を重視した試験内容に変更したいということでございます。まあ、この辺の変更はすでにお隣の三条市さんとか、柴田市さんがどういう取り組みを開始してますけど、我々もやはり知識偏重ではなくてですね、より本当に仕事に生かせる能力を備えているかどうかということを見極める、その試験に変更していきたい、それを次の試験から行いますというお話でございました。ちょっと時間の制約上、ちょっと走り走りで申し訳ありませんでしたけど、私からの説明は以上とさせていただきます。皆さんからご質問があればお受けいたします。何とございますでしょうか。はい、どうぞ。日経新聞、はい、2点、はい、ところだと思うんですが、
件目が、羽畑スバクロ応援者で、はいはい、これ大体何件ぐらい、はい、一応予算額的にはですね、はい、個人が5人、はい、それから団体が2団体という形で、当初予算は、はい、組まさせていただきました、はい、ですから、10万 ×5 と、25万 ×2 で合計100万という予算を、はい、当初予算に計上させてもらいました。あとは定住促進に関してですけど、去年まで出たということで、うん、それに効果あったんですか。はいはいはい、どういったちょっと待ってください。それは何番でしたっけ。3年間で、相当燕市に移住してくれた、うちを建てて移住してくれたという実績が上がりましたということなんですが、24年度から26年度、まあ、24年度は確か補正だったと思いますので、2年半ですかね。2年半の中でですね、119の申請がございまして、このうち市外から市内に転入してきた方っていうのが63世帯206人、3年間で市外から63世帯206人の方が移住してくれたということでございます。で、同じ燕市内で、その指定くれた、指定したその街中っていうんですかね、に移住して打ち立てたという市内の人ですけれど、こちらがしていたこのエリアに人が住んでもらいたいというところに移住してくれた人が56世帯195人いらっしゃったということで、相当な効果があったのではないかなというふうに。よそから206人も来てくれたわけですからね。市外からっていうのはこれどこから。さまざまです。新潟市、長岡市、三条市、遠くは見附とかもっと遠くもあったかね。あ、南魚沼。ありがとうございます。はい。他にございますか。はい、どうぞ。ああ、そうですね、ちょっと担当課長が答えます何がありました。各東京都の区とかそういうところでやっぱり皆さんやっぱりやっていらっしゃるところだと思います。それを参考にしてあしても応募を相手からの声を聞いたと言っていただきたいと思います。他にございますか。ないようですが、ここで一回切って、次本宮さんたちちょっと舞台装置を変更します